山に来ています。紫藤久代さんの着物の店舗に来ております。表参道駅から徒歩5分ほどのところに店舗があります。ディスプレイからは素敵に装ったマネキンが見えます。店頭に飾られているデザイナー紫藤久代さんの言葉です。時代感覚の美意識に合う着物を着ることにより日本の伝統や心を着物を通して感じることができるのです。そう紫藤さんは語ります。この日は2着の着物を試着させていただきました。遠州織物のコレクションが展示されており、静岡にちなんだうなぎパイの食べ放題や清水のお茶を提供していただきました。1着目は着物には珍しい素材のデニム地のお着物です。縦のラインがシャープな印象に見せてくれます。紫藤久代の2枚刃の下駄を履けばよりスタイルがよく見えました。合わせているのはレザー素材の半幅帯。着物と同じ布地でできた共布を帯に挟むことでトータルコーディネートを構成しています。一見着付けが難しそうに見えますが、プチ帯と呼ばれるセットになっていて簡単に着付けられる工夫がなされていました。続いて遠州織物の着物を着せていただきました。同じ青でも複数の布地からできていることがわかります。遠州の綿布の布地は柔らかでありながらも厚みがあって使うほどに馴染むようなそんな感覚がありました。着ていて安心感を覚える、そんな着心地でした。こちらも着物と同じ布を帯に挟むことで全体に統一感を持たせてあります。帯はレザーのキャメルのものを使用しています。ちなみに帯にも紫藤久代のブランドサインである鈴のマークが入っているんですよ。紫藤久代の着物に見られる鈴のモチーフは着られる方の幸せを願う意味が込められているのだそうです。帯には素敵な帯締めを合わせていただきました。紫藤久代の着物は布合わせ、柄合わせ、色合わせにこだわっていて、そこから構成される絶妙なバランスのレイヤーの表情を楽しむことができます。着物はファッション、人をもっと美しく装わせるためのファッション、紫藤久代さんの言葉です。実際に店舗に赴き、その着物を着させていただいたことで、今回紫藤さんの思いにも少し触れられたような気がしました。伝統美を大切にしながらも今を生きる人たちの感覚に合うようにデザインされた素敵な着物たち、紫藤久代さんの作る着物を通して私も着物の良さを現代の方にも多く広めていきたいな、そんな風に改めて思いました。